EU はこのほど、欧州対外行動局に対し、中国とロシアから数百人の諜報員が EU 本部のあるベルギーのブルッセルで活発な諜報活動を行っていると警告しました。欧州外交官と現地に駐在する軍関係者に対しては、EU 本部ビル付近のレストランやカフェの出入りを避けるよう通達しました。ドイツの日刊紙ベルトが報じたところによると、 EU は欧州対外行動局の内部安全サービス部門に対し中国とロシアからの諜報員数百人が EU 本部のあるベルギーのブリュッセルで活発な諜報活動を行っていることについて警告を発しました EU 外交官は EU 本部ビル付近のレストランやカフェへの出入りを避けるよう警告されたとも報じられています報道によるとブリュッセルには現在 中国の諜報員約250人とロシアの諜報員約200人が存在し、彼らは主に自国の大使館や商業団体に所属しているとされています。ベルギー情報部門の元高官は昨年、匿名を条件にベルトに対し、冷戦の最大ともいえる現在の世界情勢を背景に、ブリュッセルで活動する諜報員の数が1989年の

自治評論家のデン・エンさんは、中国当局が欧州で行っている情報活動は、非常に大胆だと述べています。例えば大使館員に対する直接的な働きかけのほかにも、インターネットを通じたスカウト、金銭による買収など、社会のあらゆる場所に、 中国当局の手が伸びていると指摘しています。全米中国人学生、学者自治連合会の陳チ陳ンチン総理事は、新東人テレビの取材に対し、1989年の天安門事件以来、アメリカは軍事分野のハイテク技術に関わる対中貿易を禁止してきたが、欧州では当時の白区政権を筆頭に、中国に対する規制が緩かったことも、 中国が欧州で情報活動を広める原因を作ったと指摘しています。陳陳宗氏は昨年4月にベルギーはアメリカに協力して中国共産党高訴訟国家安全庁の上援軍副所長の身柄をアメリカに引き渡したと考えています。上援軍は当時情報提供者からの情報を入手するためにアメリカではなくベルギーに向かいました。

リトアニア情報機関は数日前に発表した年度報告の中で中国当局はリトアニアなどの北大西洋条約機構や EU 加盟国に対し大きな野心を抱いており中国情報機関の行動もますます攻撃性を帯びてきていると指摘しています報告には 中国情報機関はリトアニア国民に対し、情報員へのスカウトを積極的に行っているほか、チベットや台湾に対するリトアニアの立場にまで干渉しようとしていると記されています。ポーランドでは先月、情報活動に従事していたファーウェイ幹部の王衣翔容疑者が逮捕されました。同容疑者の前職は、 中国中ポーランド総領事館の外交官でした。フランスに関し、フィガルは昨年10月、中国がフランスの政治、経済、戦略分野における影響力を増すことを目的として、フランス人をスパイにスカウトするため、リンクトインをはじめとするソーシャルメディアをどのように利用してきたかを報じました。ラジオフランスアンテルナショナルは、 第二次世界大戦後のイデオロギーの対立が、米ソ間の諜報戦を引き起こしたことを挙げ、冷戦終結から30年経った今、ファーウェイの猛版集事件がファーウェイ事件に拡大し、アメリカがファーウェイの動向に対して発した警告に、欧州各国が真剣に対応し始め、スパイ浸透活動が、またもや EU の懸案事項になったと報じています。 大家一般认为就是华为这个案件可能就是引起了这个西方国家对华为这个公司以及这个中共在西方的这个间活動包括利用商业公司利用个人进行间活動這種時事評論家の田園さんは、ファーウェイは単なる企業であるだけでなく、中国当局の情報戦で全勝を担う諜報機関でもあり、ポーランドでのスパイ事件や、 ファーウェイ製品のソフト・ハードウェアに内蔵されているとされるバックドアによって、ファーウェイは各国の情報セキュリティを脅かす焦点とみなすことができると考えています。ノルウェー国内情報機関がこのほど公開した年間安全脅威報告では、同国の通信ネットワーク基地のインフラの主なサプライヤーであるファーウェイは、 実質的には中国政府と一体化していると指摘されています。田園さんは、欧米諸国は最近、ファーウェイ製品と同社の安全性に対する評価を厳しくしていると語っています。欧州で長年にわたり販路を拡大してきたファーウェイが、この世界最大の市場から排除される可能性が高まっています。NTD ジャパンがお伝えしました。